新型コロナが5類に移行したことを踏まえ、東京都は感染対策に協力してきた専門家に感謝状を送りました。小池知事は戦友のような気持ちだとして涙ながらに感謝の言葉を送りました。3年の長きにわたって、皆様と共に進めてまいりました、戦友のような気持ちがいたします。先生方には本当に昼夜を問わず献身的なご協力を賜りましたこと、改めて都民を代表して心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。小池知事が感謝状を送ったのは、都内の感染状況や医療体制の分析をしてきた東京都医師会の井ノ口副会長や国立国際医療研究センターの大曲センター長などの専門家5人です。小池知事は専門家に感謝の言葉を伝える中で感極まり涙を流す姿が見られました。本当にこの間、都民の命を守る、健康を守るという共通の目的のもとにですね、戦いを進めてまいりました先生方、先ほど戦友と申し上げましたけれども、本当にお導きをいただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。本当にこの、ありがとうございました。感謝申し上げます。